ました。大須に今行ってきたんですけど、この後ねちょっと岐阜の古着屋さんに行こうかなと思ったんですけど、岐阜に行くために名古屋を経由していかないといけないのでこっち来たんですけど、せっかくなんでねちょっとデイバイデイに行きたいなと思って来ております。まだオープン前なんですけど、看板がねできてね、しかも入り口のね店頭の看板もできたんですよ。これね3人で買い付けた時に、あ、としみつさんのやつありましたっつって、これとしみつさん専用、よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。久しぶりだよね。おはようございます。おはようございます。ユーマはやばい久しぶりだよね多分ね。オープンの時以来ですね。マジ？いや嘘つけ、そんなことないでしょ。え、他にだって3人で来られましたね。あ、お前やば。すみません忘れたわけない。オープンの時以来ですね。すみません。いや、ユーマも大久しぶりで。お久しぶりです。いや嬉しい。あの YouTube でよく見てます。いやいや、YouTube いつも見てます。あ、ほんですか。はい、いつも見てます。あ、なんかユーマがなんかすごい硬かったのが最近ちょっと緩くなってきて。あ、ほんですか。なんかいらない小ボケ挟むようになってきて、まあ、なんか、トークが上手になるかなと思ったらボケばっか上手。そうね、違うなみたいな。ね、ファッションの愛すると思ったら結構ボケばっかり。で、そういえばサブチャンでなんかね結構面白い企画思いついて、こう2人のことを深掘りしていくような動画をねちょっと撮ろうかなと思って、もうノリのやつ上がってると思うんで、はい、ちょっと見ていただきたいですね。こういう動画なんですけど、はい、見てください。それをちょっと撮影します、この後。はい、はい、せっかく来たんでちょっと岐阜に行く前にねちょっとアイテムを紹介させてほしいな。なんかさ、変なもん増えてない？こんなこれ何？ちょ待って、これ、ちょ待って、これ何？これ非売品です。非売品です。何非売品って？これ、ユダイさんが、フィートさんで買われた、マスク付きキャップ。フィートに売ってたのらしいです。ってか、クオリティ高くない？やけに。あと、日焼けしたくない人用じゃないですか。ああ。ここ置いとこうか。YouTuber だし。あ、めっちゃ似合う。いや、めっちゃ似合うってなんか全然褒め言葉じゃないかったこれ。ちょっと見てみよう。あ、てか相当いいねこれね。めちゃくちゃ似合ってるんですこれ。似合ってますね。え、これがなんかちゃんとアメリカで買い付けられたんだろうね。多分そうだと思う。ってこっち見ないでください。これがさ、なんかビレバンに売ってるならさ、はい、あんまそそらないけどさ。チャンネル登録よろしくお願いします。いや、外れです。じゃあみんなデイバイデイに来たらここをこうやって撮ってくるかもしれないね。はい、うん、これをさ、皆さんメンションして貼ってください。じゃあちょっとアイテム見たいな。一緒に 見ようよ。お願いします。カレッジ系のリバースで、いいね、着てる感じあるよね。カレッジ系がいいね。あー、もうまさにこの感じでね。この太くない、太すぎないですね。これはめっちゃいいね。そうなんですよ、色がいいね。ちゃんとしてる？あ、ちょっと水あげて。盆栽死にかけてない？盆栽って日に当ててあげないと。なんで？あ、じゃあ毎日ちょっと日光浴させない。ちょっと日光浴させないと。させます。あの、しばらく台風で外出せなくて。あ、そうなんですか。リュウマ頼むよ、これ。あ、わかりました。ジェイクルーヤがいいな、これ。逆に。いや、なんか、チノパン買い替えようかな。お、買っていかないな。いや、買わねえ。ここで買ったら意味わかんないだろ。あ、これね。おぉ、バンディの頂上だよね。そうなんですよ。サイズが見たいんだ。2バツなんだ。いや、3バツだわ。3バツ聞いてることね。あ、バスパンね。いいバスパンないよね、マジで。ポケット付きっていうか、そう、ポケットないんだよね、バスパンって。まあ、ないのが多分普通だと思うんだけど。いらないしね。いらない、普通に試合中にね。そうなんですよ。いやー、いいと思います。バスパンってやっぱ探すと本当はいいんで、多分なんかこうファッションとして置かれてないんだろうね、売り屋さんも。確かにそうですね。見てもね。バスパンですもんね。うん、フリックスとか、まあ、定番のものをしっかりやります。あのさ、デイバイデイで結構人気なアイテムは、なんか春とは違うんだよな、みたいな。最近はやっぱこのライトネル、シャドウチェックの。あー、なるほど。めちゃくちゃ人気で。人気ですね。シャドウはね、モンドーム用で俺ら撮ってるもんね。今日も俺着てるから。かっこいいのが多いんですよ、ね。うん。これ楽しいな。あ、こういうのもいいよね。
これ春にさネイビー置いてたんだけどさ、置いてました、ね、すぐ売れちゃったんで。これめっちゃいいよな、大きいぞちゃんと。このね、これちっちゃいのよ、ちっちゃいのね。あとサイズ作りがちょっと小さめじゃんね。そうっすね。でこれ通抜でしょ。だけど多分フィッツ L とか X するぐらいなんで、ハルさんいけますか。ね、着れると思う。俺がいけて高1ギリいけないって感じ。あ、そうか、ちょっと中間途中間わかりやすい。これいいよな、00の550で、はい、いいよね。で、レンズめっちゃ綺麗だ、これ3+3+0最高です。どうも。もうシルバータブみたいな感じですね。シルバータブですか。めっちゃいいよね。じゃあ、高一的、ユーマ的おすすめをちょっと聞きたいな。あ、いいですか。うん、いいですか。なんかちょっとやっぱ春と少し色が違っていいな。で、やっぱこの辺の俺たちは気分のものが結構いけるっていう。505のウエストちょっと大きめというか、でかすぎないみたいな。やっぱこうバギーデニム的なやつは流行っているし、さっきの00の550とかも出してもらってるんですけど、ちょっと気分的には少し太めの50になって、この方ちょっとビタ寄りに今履いてるけど、より少し太いぐらい、このサイズ感俺も履きたいなと思って、ちょっとこれはもう春とかでも置いてる感じですね。時期的にもなんか T シャツも着れますし、僕スウェットも買いたいっていう人もおられますし、そうだよ、ね、シャツもネルもっていう方がおられるんです。結構今バランスが、そうだね、チーバーみたいな。え、これまだあんの。これマジ良くない。ない、ないっけ。あ、チャンピオンあれか。あ、そうそうそう、そうなんですよ。 T シャツでね、これ18ちょっとおすすめ。え、いいですか。あ、いいですか。お持ちします。お持ちします。僕のおすすめなんですけど、はい、こちらですね、カップショルダージャケット。はいはいはい、です。いいね、しかもパバンドの。そうです。あ、ちゃんといいですね。ネイビーなんですけど、ベージュが入ったりだとか、うん、あとブラック系も入ったりするじゃないですか、うん、これ形がいいのが多くて、うんうん、それこそ短丈で着やすくて、うん、そうだね、もう着られるしね、やっとこういうので着れます、着れます。今の夜とかちょうどいいですよね。あ、そうだね。そうです、そうです。結構涼しいよね、もう。え、涼しいですね。もうこういうの欲しい方も多いんじゃないかっていうところで、僕は今ならいい、ね、カラーもいいしね。そうなんですよ。俺もブラックをよく着てますけど、ちょっと別のカラーでまた欲しいなと。いろいろあっていいですよ。ジーパン、チノパンとかね。まあやっぱデニムでちょっと男臭くいいね。ブラックデニムいいんじゃないですかね。普通にこうじゃないですか。これでこんな感じで、確かにいいっすね。確かにこれいいタイプです。しかもハバーっていうね。そうなんですよ、ちゃんとメーカーもいてる。お、はい、お持ちいたしました。僕はもうこのプレーンのスウェットです。あー、でもユーマらしいね。あ、本当ですか。なんか YouTube 結構話してるね。ブランクのスウェットってやっぱないし。ないですね、本当に。形がいいやつで探すとっていう話を。そうですね、これは本当にボックスシルエット、うん、シルエットいいな。で、ラグランスリーブなんですけど、うん、もうなんか結構アームホールが細いやつが多いイメージがあるんですけど、これはもうしっかり太くてめちゃくちゃ太いです。笑っちゃうぐらい太いね。こんなに太かったっていうのでね、これは非常にいいですね。あと意外とパープルとかもないしね。そうですね、うん、こういう色で探すとなかなかないんじゃないかなっていうところで、まあ、うちらしいなと思って。丸山くんがさ、この前動画で、はい、どうして俺たちは古着のスウェットを買うんだろうみたいなことを言ってて、はい、すごい考えたみたいな。丸山くんも一人で、はい、あ、でも確かになんでだろうって思ったけど、はい、だって別に新品でもいいじゃん。そうとかさ、ユニクロでも似たようなあんじゃんっていう人の気持ちも、まあ、言いたいことは分かるんだよ。今だと計算されてこんなやぼったくならないじゃん、はい、作らないじゃんね、はい、でそのやぼったさとかちょっと抜け感がある感じがなんか愛くるしくて好きなんだろうね。そうっすね。でこっちを無地で新品でしっかり計算された形にしちゃうと、なんかこううまくしっくりコーディネートが組まれないんじゃないかなって思うんだよね。ならではの雰囲気がやっぱありますよね。そう、まあ、単純にちょっとフェードしてたりとか、その古着っぽいそういうやれ感みたいなのもいいっていうのももちろんあるんだけど、なんかさ、こう計算されすぎてないような感じが絶妙にいいんだろうなって思うんだよな、はい、うん、おしゃれしすぎてない感じとか。そうっすね、計算したらこれ、うん、なんないっすかね。で、こんな太めの人しようぜってなんないね。これ失敗に近いもんね。まあそれがありがたいです我々からしたら。でもそのゆるさがさ、なんかこう、そう、かっこつきすぎてない感じがいいんじゃないかなっていう。間違いないです。無地なスウェットですね。伝わらないかもしれないんですけど、で、ワンちゃんなんか何パーセントかの人に共感してくれたらいいんだよね。ですね。でもそれがやっぱ古着の面白さだよね。全員が全員いいと思ったらさ、はい、なんか面白くないしね。確かに。っていう感じで、なんか古着のスウェットとか特にブランクのものってなんで買うんだろうって思ったんですけど、
でもそういう良さがあったりするかなって思う。おすすめですね。おすすめです。なんかさ、レギュラーの T シャツとかがさ、はい、やっぱ春に置いてるのともちょっと雰囲気違うんだよね。違います。なんか雄大の要素とかも入ってるし、はい、俺と丸山くんで選ぶ春ともまたちょっと違う感じ。あとはちょっと土地柄で選んだりすることもちょっとあったりして、なんかこういうのとか、丸山さん、うん、なんか若干こういうのが大須の店舗は多いかもしんないかな。若干こういうのとか言われてみればそうかもしんない。あとはアニメ T 系とかも、はい、結構大須の方が人気な気がして、求めてる方がいい気がして置いたりしてますね。だからその辺がちょっと春とちょっと違ったりもしてるかな。トラベルスミスって書いて丸山って読むんだけどそう、せいはアイスマンこれマジ意味わかんなくて、そこの洋服ビッグシェイ、まあ、パッと見普通のさ、解禁のあ、これリネン入ってるのかなみたいな。あ、コットンなんだよね、でもね、コットン、コットンじゃない、そう、結構サラッとした、はい、用語して、あ、これいいなみたいなって思うんだけど、やっぱトラベルスミスなんで絶対どっかに何か仕掛けてくると思うんですけど、はい、ここで分かりました。なんでポケットが二重になってんの。これよく封筒とかでさ、あの騙したりとかするときに使うよね。そうそうですね、お金実は入ってるって。何でしょうか、この辺まで手入れてでここやばいんですよ。うわ、怖い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 箱の中身は何だろうなみたいになってるって。深淵まで。深淵まで深淵まである。ポケットここまでじゃん。まあ、4次元。普通。なのにさ、やばい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 。え？スイッチ入るよね。だから当時もなんか地図とか入れるようなんですかね。ね、トラベルなんで。そう、トラベルスミスなんで、ちょっとやっぱ旅行とかに特化したような洋服で、はい、結構俺が好きなバンデットキース系のやつ服とか結構あるんですけど、ポケットがいっぱいあるようなこれはすごいね。普通に真夏に旅をしたい人に向けて作ったのかな。だと思います。すごいね、はい、でもやっぱ基本に忠実なのがトラベルスミスのいいところで、なんか、はい、なんかデザインにギミックがありまくるわけじゃないっていうか、なんかベースは基本な感じだよね、はい、そうなんですけど、ここもポケットとしてるしとかっていう、ちょっと一見普通なんだけど面白いなっていう洋服だったりがやっぱり多いっすね。あ、この動画図書いてこいつと読むっていうそれで AKA ってこれね、なんかあの北海道の動画でその話あったじゃないですか、うん、あ、言ったかもしれない。それが出て、もうなんか、ドッカーズ出るときに、こいちくん、好きです。いや、好きだけど、みたいな。知れ渡っちゃった。でも、噂によると、はい。こいち、ドッカーズのスラックス、今持ってないっていう。え？言わないでくださいよ。あれ？それ、やばくない？やばいっす。あの、血のパンを、はい、所有してます。あ、血のパンのパンだから。ドッカー持ってるんですけど、スラックスは。あ、で、ちょっとサブチャンでやってよって。ドッカーズのスラックスを買いに行こうっていう。ドッカーズスラックス買ってみた。うん。わかりました。行きます。もう今手元にないらしいから。持ってたんですけど、ちょっと後輩になりたって。うん。あ、まあ、それはギリ OK かもね。ちょっといいエピソード。ランゼンドばっかり入る。確かに、ランゼンド。え、浮気してんだ。あ、浮気中。ダメだ。ドッカーズに、あの、一軍に生きていきます。そうですね。あ、ていうか、高一へのコメントあったの？なんか、なんかいいコメントだったんだよ。なんか、洋服に全く興味もなくて、わからなかったけど、はい、高一さんのラルフの何かを見たときに、はい、めちゃくちゃかっこいいって思いました。そこで初めて洋服のかっこよさを知りました。嬉しい。コメント来てて、すごい嬉しくね、それ。すごい。買います、ラルフいっぱい。うわぁ、どっちじゃん、もう。何でもいいんじゃん。ドッカーですか、何でもいいんだよ、あの、ブランドなんか何でもいいんだね。いや、でもドッカーが本当好きなんですけど、やっぱたまにやっぱラルフ行きたくなる。で、最後、戻るんですよ。そんな、都合のいいやつみたいな。せめてリーバイスにしてよ。あ、リーバイス買います。親にしてよ。なんだっけ、これ。あ、デニスラー。ドッカーズのデニスラーがあります。デニムスラックスはね、僕も今履いてますけど、結構好きな方多いんじゃないですか。という感じです。ちょっと2人のことが気になったなっていう方はぜひ動画撮りましたんで、こちらの動画を見ていただけたら嬉しいです。ということで、僕はちょっと岐阜の方に行かないといけないので行ってきます。ひたすら1時間半ぐらい喋り倒して今終わりました。動画アップされてるんでぜひ見てください。結構ね、ユーマの過去、高一の過去、2人には2人の面白い人生があるなって思いました。ということで、僕は岐阜の古い屋さんに行くという予定があるんで今から行きます。岐阜にやってきております、はい、あの1回東海地方のテレビ番組に出させていただいた時に来させてもらったのが初めてで、それぶりですね。岐阜は1個有名な、ね、無人古着屋さんがあって、それも、ね、もう動画上がってるかなと思うんですが、そこはなんか売り上げ日本一みたいな
無人古着屋で、まあ、無人古着屋ってすごくブームでいろんなところに今あると思うんですけど、の中でもトップクラスに人気な無人古着屋らしくて、そこも行ってみますので、ぜひそれも、ね、動画見ていただければと思うんですけど、でせっかく岐阜に来たからにはどうしても行きたいなと思う古着屋がありまして、それがですねイートっていう古着屋さんなんですけど、結構知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけど、岐阜といえばっていう名店だそうで、ちょっと初めましてなので超楽しみでございます。岐阜駅から近いかどうかも分からないんですけど、多分岐阜駅から車で10分ぐらいのところらしくて、もうねあそこに見えてるんですけど、駐車場がねすごく近くにあったので車で来られたらすごいいいと思います。駅地下とかじゃないのかもしれないですね。あのなんか分かりやすそう、なんかこの半地下っぽい時点でなんかいいよな、こういうの入りやすくて。細長な感じの店内なんですね。ああ、そう。ルンとかね、買ってもいいな。エルメスみたいな。ああ、全部シルバーなのかな。これとかちょっと怖いかな。あ、怖い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 、やめとこう。コインとかね、ちょっとマルジェラっぽくて。もう直感でいいですよね、こういうのはね。あ、こういうなんかこういいなんか有機的な感じのやつも良さそう。見ていくか。個人的にね今欲しいなって思ってるパンツがありまして、ちょこちょこ言ってるかもしれないですけど517ブラック517欲しいなと思ってて、これ550なんですけど517探し、はい505、これ今俺もこれ探してんだよ、これぐらい505のウエストがちょっとでかいやつ、これすげえ調子よくて505、501持ってる方結構いらっしゃると思うんですけど、やっぱジャスサイで持ってる人結構多いかなって感じで、それもいいんですけど36ぐらいのウエストでちょっとややでかいみたいなやつ欲しいんだよな。これはねちょっとレングスがちょっとむずかったんで、キリッパみたいになっちゃってるからじゃないやつがいいかな。あったら、あとこのカラーのさブランクのセット可愛いですね。ティファニーブルーで、どうですか、これ。これちょっと4人買っていこうかな。ワンあるね。ベタベタするのがいい。サイズ S なんでこれは着られないですけど、これくらい。え、結構ありかな。ちょっとね今日この岐阜に来るために妻の実家の方にね棒を預けて、ちょっとね今見てもらってるんで、なんか買っていきたいな。ブラックのスウェットがバーって並んでるっていう時点で、ああいい古着屋さんだなって思うな。あ、出た、高一が一番好きなやつだね。 D の無実性が好きだし、あでもいいよな、これ見たことたっぷりで、めっちゃいいっすよこれ。31のオレンジソルベ、あ、マジで同じ色。31のオレンジソルベに思い出が1個あって、京一郎さんと170キロの動画撮った時に、あの人31行ってもオレンジソルベしか食べないんですけど、オレンジソルベ7個一気に全部食っててマジ面白かった。オレンジソルベ大量に買ったっていうね、マジ面白かった。最近僕もねブラックのブランクのスウェットやっと探して買ったんですよね。ブラックの調子いいのを持ってなかったので、ラッセルのいい色、あ、これポケ付き、前 V のポケ付き、あ、でも超便利だな。なんか最近ここのポケット超使ってて、そう、車乗る機会もあるし、こう抱っこして外出る時が多いんで、ここになんか物入れられるとめっちゃ良くて、なんかシャツ着てることすごい多いんですよ最近。今回の2万ぐらい買ってます。これ結構いいかも、スウェットでポケ付き、ありがたくないめっちゃ。でちょっとネック高めでボックネックみたいになってて、待って、こっちもポケット付いてた。これはちょっといいね、あ、やば、ちょっと着てみようかな。サイズは L サイズ、メイドインワダガスカ、はい、こんな感じでサイズ感めっちゃいいですね。
いや、ポケット付きなのケットだけど、ね、でもなんか若干スポーティーな印象もあるかも。なんでだろう。ああ、なんか今日の旅でいいですね。シンプルでグラップリングで。グラップリングにも、もしますね。幅が、うん、ぜひ、ちょっとお願いします。いいね、でも、実際は。こんだけ選べんのいいっすね。まあ、ラッセルが中心なのかな。ジャージ、スーパス、ディスカス、ね、中2じゃん。ブラックマンのがいいね。なるほど、ちょっとジーパンもちょっと違うかな。アラスランブルーのこのタグちょっと珍しいな。どうでもいいんですけど、ラスラー、あ、これこっちですね、やっぱラスラー。あ、ちょっと古そうな。あ、これボイチだな。これ大丈夫、80ぐらいですかね。かっこいいですね。黄金まで。お、シルタブがすんごい淡い色でありますね。あ、この色は結構良くないですか。アイスウォッシュシルバータブ太いな。あ、結構いい、レングスも超長くて3334直されてない。次だからルーズ。じゃあちょっと次見ていきます。コムデギャルソン違うか。CDG。うわ、なんだこれ。これがあの、ボンバージャケット的な。一緒に。すごい古そうな。めっちゃ似合う。めっちゃ良さそうじゃないこれ。これあれか。俺が見てるあれの、オースで買ったやつの、ベージュだ多分。アメ製。ラルフ、うん、ラルフのツイードスラックスベージュ。俺が買ってるの色違いだね、多分。高藤さんっぽい。あー、でも言ってること分からんでもない。分からんでもない、まあ、かっこいいよ。いや、似合うね、それめちゃくちゃかっこいいな。すごいな、そう考えるとね。やられてんの、マジあの人やられてる、本当に、うん、あれ結構ベストバイしてるの、俺世代に。うわ、いやー、これマジで。いや、いいね、これもいいな。ロングスリーブのニットポロキですね、ホワイト。俺が着たらちょっと可愛くなりすぎるか。これ面白い。シルバーアームが下げてるじゃん。これなんか珍しいですね、洋服として。ベロアのロングスリーブポロのポケ付き、ちょっとみんなでっかいポケット付いて、タウンクラフトアメ製で、面白いな。あ、こういうのちょっと刺されますね。ワークシャツ、ね、サイズ大きかったらこれ、やっぱりめっちゃ、あ、ちょっと手短いかな。大きかったらいいかったな。セブンティーぐらいですかね。そんな古くないなさそうですか。レギュラーカラーですけど、いいですね。もうリーバイスの、これなんだっけ、かっこいいな、これ着てる人いないっすよ、かっこよ。パンツ、もうでかった、持ってるけど、こっちもいいな、これ。今また履いてもいいっすね。かわいいね、なんかメランジのアクリルレーヨンだから、なんかちょっと柔らかい感じで。これかわいいっすね、めっちゃ。トミーバハマのニットベスト、めっちゃいいよね。もしかしてトミーバハマのシルク使ってんじゃない。シルクのね、シャツとかがめっちゃ多いですよ。ロングランのスラックスとか。72% シルクです。げえ。72% シルクでした。シルクのブランドなのかな。めっちゃ可愛い。ディオールの。なんだこれ。結構でかくない？そうですね、下にあるの。まあ、パジャマみたいな感じになる。パジャマシャツみたいな。ああ、これもいいね。エディバウアー黒タグのやつで、 G9 型のジャケットでちょっとポケットとか変わってるみたいな。ベースは G9 パリントンジャケット。いいっすね、なんかかっこいいな、これ。サイズいくつ？ S だー。くそ。あれ、これは入院服じゃないですか。違うか、軍の入院した時に着るやつ、青いやつ。こんな形だった気が。確かに。
こいい短時計で、なんかシノで前置いてて、まあ、まだ動画が出ないかもしれないですけど、軍人の入院用にこう着る服みたいな、にワンちゃん似てるなみたいな、なんか短時計でかっこいいっすよね、今の方がサイズばっかいいぞ、多分すごい短時計で、なんか正直な以外どうかなと思ってたんですけど、カブスのシーンってやつがあったら、うん、さあ、S サイズですが、ちょっと着てみます。あ、まあ、ギリ着れるなぐらい、頑張って着るって感じ。いや、ちょっとダメだな、ブラックウォッチ待って、めっちゃあり、待って、バーバリーなんだこれ。いや、これもちっちゃいな。いや、俺は無理なサイズだな。すげえありでしょ。マネージャーさんの声が漏れるわ、このやつ。今日レザージャケット欲しいって言ってましたもんね。かっこいいっすね。しかもセントジョーズウェイで、ちょっと着てみようかな。いや、待って、レザージャケット着て買ったらさすがにもうどうなっちゃうんだろう。逆に買ってみたいけどね、もうレザージャケット買って家帰った時の嫁の反応ね。ドッキリでやろうかな。タンクの上に入ってるんで、ちょっと着てるんで、アホみたいな格好ですけど、ちょっとどうすか。やっぱナビエしてないやつがね、いいんですけど、なかなかないんですよね。かっこいいぞ。いや、大丈夫だよ、持ってる持ってる持ってる、さすがにこれは持ってるわ。これなんか軽いんだよな、意外と。あ、中元入ってんだ。やばいぜこれ。アメ製のブースダウンが入ったちょっとクオリティの高いダウンで、ダウンだったんですね、これ。ジジさ、これはちょっとマジでスペシャルじゃん。初めて見たんだけど、9万ぐらいします。ちょっと着てる。かっこいいっすね、これも。ダウンの外レザーだったらこれ以上あったかい洋服ないんじゃない。レベルセブンよりあったかいんじゃない、これ。年始だな、これ。うわ、すごいもん、なんか。レディーバンはボタンついてるもん。そう、形もかっこいいし。わからん。いいなぁ。何これ。ブッシュパンツ、レイカー型、なんだこれ、すごい変わってんだこれ。バジリパンダかな、デタッチャブル生地がなんかわかんない、内付きのレイカーっぽい、この無地のポケットで、で、面白いな。ちょっと割と手を回してんだよな。あ、広げられるんだ、やばいこれ。このバナリパのね、このタグはもういいやつしかない。いいかも、ちょっと裾広げたらありかも。マジレングスなんだ。めっちゃいいっすよ。短パンとして使ってもいいな、ワンちゃん。3、4ぐらいあるかな、レングス。ちょっとこの後で履いてみます。ここですごい欲しいだって覚えましたわ。これ待ち付きだから欲しいなって思いました。しかも後ろもなんかこのさ、チップがさ、プラスチックの結構いかついやつついてて、ここはなんか携帯入れんのかな。にしても細いな。何入れんだよこれ。あ、一本満足だ。一本満足入る。いや、でかっ。竹が明日まであった。エディーバウアーのグランデか。XXL クイーンボロ。なんかこれマジで形いいっすね。ギャップみたいな感じですね。めちゃくちゃ形いい、これ。あ、メッセージなんだ、しかも。ってコットン100。やば、めっちゃいい。これもかわいいな。ラルフのスウェットで、あ、両 V だ。これランズエンドロングスリーブ、これ結構ありだな。ちょっとあります。あ、いいっすね。上ぐらい止めた方がかわいいな、この感じが。いいっすね。あ、でもニットでもないのか。ボトンか。レディーってランズエンドが作ってるっていうのがまたいいよな。あ、コットンでした。すごい肌触りが滑らかで、いいウールとか、レーヨンとかが入ってるのかな。コットン100なんだ、これ。ランズエンドで。これめっちゃバーガー。あ、オリジナルもね、やられてるみたいで。
これがそれなのかな、かっこいいですね。なんか色が面白い、先染め、先染めなのかな、形もなんかちょっとこう外に広がってるみたいなシルエットなんですかね。あ、ビールのシャンプーなんかちょっと変わってるな。ゴールでかっこいいっすね。すごいフェードしてて4色ならめっちゃ行きたいな。サモアにしてはなんかあんま毛羽立ってない。ウィルリッチのシャモアシャツ、あ、これだよね。これは LLB のシャモアなんですけど、シャモアクロスってちょっと毛羽立ったようなシャツなんですけど、全然違うんじゃない、これは。何なんだろう、かっこいいな。いや、なんか結構魅力に取りつかれてきたこれ。いや、これもあれだな。ちょっとレングス長いかもね。レングスじゃないや、丈長いかもね。これ、ナイパだったんだ。なんかこの人見たことあると思うから。いや、長ー丈。そうですね、丈長い。なんか褒めてあげとくに。あ、かわいいな、この色。90年代のギャップで、文字性マジいいな、すごいいいな。これも色も綺麗だし、これいいな、めっちゃ着そう。ルメールって言われても分かんない。毛短くてめっちゃ形いいですよね。これもバナリッパのチノ、バナリッパチノ 100% オリジナルクロージング。本気を感じるな、これ。本気系だ、パターンに。色が可愛いっすね。アメ製でちょっと古いやつでした。面白いっすね。あ、そうですね。メロはポロ、焦げ付き。アラルフのヘビネルいいな。サイズ XL 結構ありかもな。普通のヘビネルではあるんですけど、なんかそもそもラルフでヘビネルをなかなか見ないなって思って。モデル名がありましたね。マウボーイワークシャツ、めっちゃいい名前ついてんじゃん。いや、なんかヘビネルいいっすね。久々に、ね、まとったこんな感じで。そうですね、スマートに最速で。なんかラルフの XL なんてクソでかいかと思ったけど、本当にでかくないな。なんか去年ぐらいからディッキーズから始まって、ちょっとずつこう直球なファッションをするようになってから、ヘビネルとかがよく見えてきたのかもしれないですね。待って、やっとこう。ちょっと時間かかりすぎやって。あ、これオリジナルなんだ。なんかヴィンテージっぽくてかっこいいっすね。かすりみたいになってて。すげえ、ほら、ちゃんと。シルボタンとか使ってて。めちゃくちゃこれ生地良さそう。すげえ、なんか張りがあるけどしないわみたいな。すげえいいスラックス、そうな。色もいいし。何ですか？あ、スレイツだ。スレイツですね。リーバイスのドレスラインみたいな。スラックスのクオリティがクソ高いです。これ可愛いっすね。なんだろうこれ。確かに。結構なんかモンティがいっぱい見てていいな。え、可愛い。私の頭が子供たちで満たされてるみたいな。いっぱいだよみたいな。可愛すぎ。だってアートとしても良くないっすね。この辺とか。へえ。素敵な服。まあこれ意外となくないっすか。ラッセイのチップアップブラック。なんだこれ。パイル生地の襟は普通にコットンか、リブ付きのポロシャツ。これ結構古着好きはなんか面白いなこれってなりそうなやつですね。シンプルな見た目で、しかも肥沃なのがより何もこうミニマルな作りなんですけど、生地はパイルっていう。面白いですね。襟はコットンツイルなんだ。でリブ付きで変わってるよ。もしかして517ラックではない。505のメセ。あ、いい。3830。もうちょっとシルバー食べみたいな領域。517。560でした。もしかしたら結構疲れてきた。こんな長居する。このサイズのお店に。小さなお店なんでしょ。引くわ。自分に。
ブルックスのメーカーズがありました。最上級タグがね、ブルックスブラザーズってメーカーズって書いてますけど、これはもう100着探して1着出るか出ないかとかいうレベルじゃないですかね。生地がもうすごいなんだ。サイズ感僕らのスタッフに新しく可愛いっていう後輩が入ったんですけども、その可愛くんがこの前高円寺の古着屋を1日探してメーカーズの白シャツをやっと見つけたって言ってました。本当にないらしいですね。またこれもメーカーズだ、すげえ。初めてだから、いい古着屋さんだ。ね、待って、単色のメーカーだったら俺買おう。あ、待って、言うよ、メーカーズ銀ガムだ、細銀ガム。マジこれ燃われしそうなレベル。待って、やばいね、これちょっと一発フレイリーメーカーズの、え、マジか、この色買ったんだよな、この前。同じさ、マジか、あったんかい、じゃあここで買いよかったよ。これはいいかな、ブルックスといえばっていう色だと思うんですけど、これでメーカーズでしょ、で、16波でしょ。いろんな選択肢、ちょっと一回着てみようか。ここが一番いいっすよ。やばっ。ブルックスのシャツって何がいいって、生地がいいとか、あとまあそのやっぱシャツを作った会社だからとかいう、その老舗だからいいっていうのもあるんだけど、ちょっと実はね、ブルックスらしい特徴もあったりして、それがね、この個室の部分のこれなんですけど、まあなんか矢沢というか詰まってて、普通のシャツって例えばラルフのシャツはこんな風になってる、こういう風にこうツータックみたいな、こうこんな感じになってるのが、こうビュビュビュってこう目が詰まってるんだよね。だからそういう作りがすごい丁寧だったりとかして、なんか惹かれるなみたいな。また春に来てくれるお客さんとかいうのは、このラウンドが深すぎてこんな長いから着にくいみたいな感じでおっしゃられる方いるんですけど、シャツってもともとそうだから、それがいいなって思うんですけどね。オーセンティックというか、それがなんか魅力、むしろ魅力なんじゃないかなと思って、まあ、僕もこれ嫌いな時期があった、もうボックスシルエットが最高だって思う時期があったんですけど、ブルックスだったらいいかなって思ってて、タックインとかするように長いんですけどね、本当はそれもまたこうファッションとしていいんじゃないみたいな話だして、あえて普通のサックスブルーどうですかね、皆さん。普通すぎて買わない人が多いんじゃないかなって思うんですけど、あ、これ買います。ブルックスブラザーズはいいのがあったら買います。いや、ちょっといい売り屋さんすぎて最高だな、はい、岐阜好きになっちゃった。どっかのシャツ、ね、あ、こいつ、はい、分かった分かった、はい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 、はい、はい、ごめんなさい、おっしゃ、終わった、やっと見れてる、やっと見れてる、大丈夫、ちょっと待って、疲れた、疲れた、いいか、いや、ちょっと一応一応一応せっかくね、このお店を初めて知る方もいらっしゃると思うんで、あ、こんなあんだって思ってくれたらいいなってことで、で、僕はそんなことよりね、もうバナリバナのパンツ試着したくてしょうがなくて、もう何にも頭入ってこないんで、これ今これなんか、アメセインポテッドパーティーで、春もこれ入ってなんかストア系のあれなんですかね、すごいね、生地面白いですこれもなんか良さそう。あ、ヒルゴボスだ、なんか良くないですか、ちょっとパスリみたいになってますね。これロッカーズのパンドトゥースチェックのスラックス、めっちゃいいよ、ラルフポロジンカンパ3232のカーボンパンツ、ダメだ、もうバナリパのパンツが頭から離れなくてダメだ。生地もなんかね、毛羽立ってていいんだよな。でもね、ワンチャンちょっとテーパーしてるかもしれないから、そしたらなしかも。ちょっと聞こうか、あれ思ったよりもそんなんだな、これ違えた一瞬で買ったわ。短パン利用としてだと結構ありなのかな。ちょっと思ったより遅かったかもしれない。あとこれもちょっと気になったな、ちょっと着てみようかな。これはなんかビーンのシャモアなんですけど、ものすごくフェードしてて、裏地はすごく綺麗なシャモアでした。だから超フェードしてんだな、モロ。これはすごく雰囲気あってかっこいいと思いました。でもなんか雰囲気あってマジでいい、なんか男臭い感じの、うん、シャツが欲しいんですよね。それだけラルフのビニール着ようかな。どっちがいいと思いました？今のとですか？個人的にはさっきの
こっちかな。初日でこんなにちょけやがって終わってから締めとこう。初日で思い出そうちょけすぎやろ。確かにね。ゲス。はい、ということで購入してまいりました。やばいぐらいいたんだが、びっくりした。2時間経ってたからね。来たらやりすぎたな。めっちゃいい古着屋さんっていうのは聞いてたから超楽しみにしてたんですけど、基本的にやっぱもう全部いいなと思う古着屋あるんだけど、その中でも珍品というか、あ、ここなかなか見ないなっていうのが結構あったりして、例えばあのポケット付きの、こっちにも付いてる、こっちにもポケット付いてるスウェット、無地スウェとか、あとはラルフのヘビネルとか、バナリパのあのマッチ付きのパンツとか、デタッチャブルでなんか素材もちょっと変わってて、なんかめっちゃ面白かったな。まだまだこう見たことない洋服がいっぱいあるなと思って、すごく勉強になった一日でした。楽しかったです、めっちゃ。で、買ってきたもの紹介します。だからまずブルックスのシャツですね。はい、ブルックスのシャツはもういいのがあったらすぐ買いたいっていう感じなんですけども、今回はその中でもまあメーカーズっていう、あのアメ製のね、ちょっと古めのしっかりした生地のやつをいただきました。サイズが自分に合うサイズなかなかないんで、サイズがあったら基本的にいいのは買いたいなと思ってたんですけど、単色が欲しかったんですよね。本当に普通のやつ、普通のシャツってやっぱりみんな敬遠されがちだし、あまり買わないかなと思って、だから買おうって言って買い始めたらすごい気に入っちゃって、そういうのばっかり着たくなってるっていうのが今なんですけど、さっきオーナーさんとお話ししてたら、やっぱブルックスのああいったシャツは全然人気ないから引いてるらしいですね。で、裏に30枚ぐらいあるんだけど、なかなか人気がないからあんま出してないって言ってて、そうだよなと思って、うちもそんなにね、まあブルックス結構置いてますけど、まあ、やっぱりちょっと生地がこうブロード生地って言って、スーツとかのシャツと同じような生地なんで、すごいきめ細やかで綺麗なね、滑らかな質感なので、ちょっとこうファッション使いしにくいっていう方が結構いらっしゃると思うんですよ。だからこういうシャツの方が着やすいみたいなってことが結構いると思うんですけど、でも実はそれをコーディネートにうまくこう落とし込むとクロートっぽいっていうか、おしゃれっぽく映るので、結構僕はいいんじゃないかなって思ってるんですけど、だからああいうシャツに、まあ、スラックスとか合わせちゃうと本当に綺麗すぎてフォーマルな感じになってしまうんで、まあシルバータブで合わせるとか、今っぽくこうナイロンパンツとかで合わせるとか、カルバンクラインのブラックデニムとかで合わせるとか、ニュアンスもいい感じになるんじゃないかなって思ったりしてるんで、ぜひ皆さんもね、ブルックスあんまり見てなかったよっていう人もちょっと試着してみてほしいですね。で、あとできたらこう古着屋さんでやって、店員さんに聞いてみて、どういうパンツで合わせたらいいですかねみたいな話して、いろいろコーディネートしてみたら見たことない自分発見できるんじゃないかなって思ったりするんで、ぜひ皆さんも見てみてくれたらいいなと思います。もう一着買いました。こちらですね、 LL ビーンのシャモアのシャツなんですが、僕もこれよく好きで買ったりするんですけど、これチャコールでものすごいフェードしててかっこよかった。とにかく一点物だなって感じがして、もうこれぞ古着の醍醐味というか、なんか珍しいレアとかそういうんじゃないんだけど、単純にこんなフェードしたかっこいいシャツってあんまりないんで、で個人的にもなんか男臭いワークシャツとかが欲しい気分だったんですね。ちょっとボロいワークシャツみたいな、なんかそんなイメージとも相まってかっこよかったんで、ね、買いました。 LL ビーンのシャモアって、これちょっと見ると面白いんですけど、これちょっと斜めに霧がかかってるんですね。こうやって斜めに、まあ、どうでもいいんですけど、なんかこれがちょっと LL ビーンらしさがあって、古着好きな人はあ、ビーンのシャモアって言うんだなって思うみたいな、そんなアイテムでございます。古着屋行くとちょこちょこあると思うんで見てみてください。いい服買わせていただきました。ありがとうございました。もうちょっとサイズが合えば欲しかったなっていうのはちょこちょこあるんですけど、はい、これも縁だなと思って、はい、いい買い物できました。ありがとうございました。岐阜はですね、もう一軒無人古着屋に行くんで、まあ、そこはあの珍品珍しいものがあるっていう感じではないと思うんで、けどなんか安さとかが売りだったり、レギュラーものがいっぱいあるっていうのが売りだと思うんで、そういうアイテムをこの後見に行きたいと思うので、ぜひそちら見てみてください。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。今日買ったシャツとかはインスタグラムにまた載せたいので、ぜひフォローしてくれたら嬉しいです。あとブラックデニム、今日すごい入ってました。ブラックデニムのポップアップがこちらの日程で9月の末21、22、23とかぐらいの3連休のタイミングで春で行いますので、丸山くんと僕とかお店にちょっと出すと思いますので、ぜひ来てください。ブラックデニム欲しいなと思ったらぜひって感じでした。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。